日本相撲協会は29日春場所3月10日初日エディオンアリーナ大阪の新弟子検査に義務教育修了が受験資格に定着した73年以降で最少となる27人が受験すると発表した。検査は3月2日元幕内北西方の暴力事件による影響で部屋が4月から伊勢ヶ浜一門預かりとなる宮城の部屋からは2人が申し込んだ。 鳥取城北港出身の松井壮奈人、19、は高校卒業後に社会人の大会で付け出し資格を得るという1年先輩の十両、白桜法と全く同じ道をたどった。もう1人は小野歩エネレル、18、日本とモンゴルのハーフでラグビー経験者という、幕下付け出しと相撲未経験の対照的な2人は、すでに大阪市内の宮城野部屋に合流して稽古も行っている。 部屋が存続できるか不安な中となるが希望を胸に大相撲の世界に挑戦する。